こんにちは、エバァスサゲシです。今回は恋人に嫉妬した時はというテーマでお話ししていきたいと思います。恋人から自分以外の異性の話を聞くことはあまり気持ちのいいことではありません。ただの友達だよという言い分も信用できるし浮気するような人でないこともわかっています。それでも恋人から今日はあの人と一緒にご飯を食べたんだけどさ。 いいいいいととと悩みみをを聞聞てたたたら遅くななっっちゃったよみたいな話を聞かされるのは辛いということがあります「あの人はただの友達」という相手の言い分は信じたいけど突然そんな話を聞かされると面白くないものですそんな時は「こんな遅くまで一緒にいるなんて相手には下心があるんじゃないの?」とか「なんでその人の悩みは親切に聞いてあげるのにこっちの気持ちには鈍感なの?」とか「もう飽きられちゃったのかな?」 ななどどどととといいうネガティブ思思考がどんどん湧き出てくるることもあると思いますしかしそのような状態のまま相手に何かを言ってしまうと「本当はその人のことが好きなんでしょ?」とか「本当はその人と付き合いたいんでしょ?」などと相手を追求し始めてしまいますすると相手も「またその話をするのこの前友達だって説明したら納得したでしょどうして悩んでる人の話を聞いちゃいけないのなどとうんざりしながら 反発してくるようになりますこのようなシーンはよく見られるものでこんなことを繰り返していると本当に2人の関係がダメになってしまうこともあるのですではそうならないためにはどうしたらいいのかというと嫉妬の感情に任せて相手を追求しないことです嫉妬が湧き上がってきたらまず自分を落ち着かせなくてはいけませんそして嫉妬の興奮が冷めたところで 自分の気持ちを素直に伝えましょう信用しているけどどうしても気になってしまうなどと自分の感じたことをありのままに伝えるのですこの時嫉妬を感じる自分を恥ずかしく思ってはいけません好きな人には嫉妬するのは当然なので自分の感じ方は正しいと自信を持って話しましょう大切なのは自分の素直な気持ちを伝えることですだからこんなに遅くまで あの人と一緒にいるなんておかしいなどと相手を攻撃するような言い方はしない方がいいでしょう相手が攻撃されたと思ってしまうと自己防衛を始めてしまいますこんなことで嫉妬するなんて異常だよなどと反撃してくるようになるのですそうなってしまうとお互いが聞く耳を持てなくなるので何も解決することはありませんなので嫉妬の気持ちを伝えるときは 自分の感じたここととだけを相手にに伝えることが重要になってきます私が心配したとか私が不安な気持ちになったなどと私を主語にして話せば相手は責められている感じがしないので反発してくることはありません嫉妬で苦しむのはこんなことを感じてはいけないと感情を抑え込もうとするからですしかし恋愛をしていれば嫉妬するのは当たり前のことなのでそんな自分が恥ずかしいと思う必要はありません そして、嫉妬していることを堂々と相手に伝えていいのです。自分の感じ方を正しいと認め、それを隠さず相手にうまく伝えることで、嫉妬の苦しみから解放されるようになるのです。今回もご視聴していただきありがとうございます。もし、この動画がいいなと思ったら、グッドを押してもらえると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。では、素敵な一日を送っていきましょう。